皆さんこんにちは私は大阪資本教会の足立孝夫と申します今日は12月3日日曜日殺さえ人への手紙1章21節から29節福音の奥義によってすべての人を成熟させる使命というテーマでご一緒に御言葉を学んでいきたいと思います コロサイ人への手紙、一章、二十一から二十九あなた方も、かつては神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありましたが、今は、神が御子の肉の体において、その死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を、 聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして、見舞いに立たせるためです。ただし、あなた方は、信仰に土台を据え、固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく、信仰にとどまらなければなりません。この福音は、天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、 私パウロはそれに仕えるものとなりました。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのです。私は神から委ねられた務めに従って、 教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち、世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が、異邦人の間で、どれほど栄光に富んだものであるか、神は、 生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちは、このキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持って、すべての人を悟し、すべての人を教えています。すべての人を、キリストにあって成熟したものとして、 立たたせるためですこのために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって苦ししながら奮闘していますさて昨日も申し上げましたけれども私たちが救われたのはイエス・キリストの贖いの技によってですね「贖う」っていう言葉「贖う」という言葉は無実であったイエス様が「 ま私たちの身代わりとなって、罪の代価を支払ってくださったという意味です。そして、この主の贖いの技によって、私たちは、かつては、21節のあるように、かつては、神から離れ、敵意を抱き、悪い行いの中にありました。しかし、私たちは、イエス様を信じて、イエス・キリストと、和解、え神様と和解することができたので、22節、今では、 あなた方を聖なるもの傷のないもの責められるところのないものとして見舞いに立たせるためですと主の前に立つことができるものへと変えられたわけなんですね。こうして私たちは罪が贖われて救いの恵みに預かりました主がしてくださったのはそれだけではありませんイエス様によって私たち人間にはある計画が与えられたんです ある計画、それが二十七節ですね、二十七節、奥義と書かれてますよね、奥義と表現されております。けれども、この奥義、二十七節の後半ですね。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト。栄光の望みのことですと書いてあります。ちょっとわかりにくい表現でありますが、これ、まさしく栄光の望みというのは、紛れもなく救いの計画なんですよ。 私たちにはイエス様を信じたことによって生まれ変わりました。そして救いの計画が主から一方的に与えられたのだということなんです。イエス様を信じたその時から私たちは清められ新しく生まれ変わらせていただくという計画の中に組み込まれたんですよ。この神様のご計画の中に私たちは生きているわけです。そもそも人間は ねええー、神,様が神様によって作られたわけでありますが神様が私たちを作った時私たちの姿を見て主は何とおっしゃいましたか極めてよかったったておっしゃったんですよね。神はアダムを作った時人間は、ね、素晴らしい存在いわゆる完全なものとしてて罪ののなないものとししし人間をお作りになりにましたしかしエデンの園で善悪を知る木の実を取って食べてしまった。 このことによって人間の中に罪が入って人は罪の中に堕落してしまいました。この罪の中に生きる人間を主は、ね、罪から救い出すためにご計画を立てたんですよ。ね、私たちを祝福し罪の中から、ね、解放し、ね、神様と再び和解するという神のご計画が立てられたわけであります。 そのために選ばれたのが皆さんもよくご存知のアブラハムですよ。アブラハムが選ばれてアブラハムを通して神様は私たち人間を罪の中から救い出そうとしました。アブラハムを通してイスラエルという国ができました。しかしイスラエルの人々はことあるごとに神様に歯向かいました。断るごとに神に背を向けました。ですから神,神様のご計画は え進まずですねそして、えー、救いが完成することはありませんでしたそこで神様が私たちのために送ってくださったのがイエス・キリストなんですよヨハネの福音書の3章の17節神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためなのですと書かれていますそう人々を救うために 巫女イエスキリストを神様は送ってくださいましたイエスキリストは人々を罪の中から救い出すために栄光の望みの計画を立ててくださって私たちを救いの中へと導いてくださったんですこのご計画というものは一体どういうものなのかというと二つ意味があります一つは信じるだけで救われるということですねイエス様を信じたら救われるそしてもう一つは この計画はすべてのものに対する計画だということです。誰一人例外はいません。これは二十六節に書かれています、えー。世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて。 今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためですと書いてますね。つまりこれは当時の人たちは隠されていたので知らなかったんですよ。ねえ。いわゆるイスラエルの人しか救われないんだと。イスラエルの人しか、ね、祝福されないんだと人々はそう考えていました。しかしイエス・キリストが来て、いや、イスラエルの人たちだけではなく、ユダヤ人だけではなく、違法人も、ね。 イエス・キリストを信じたら救われるのだという奥義が明らかにされたわけであります。すべてのものは、今もそうですよ。すべてのものが誰であって何人であろうが、かつてどんな宗教を信じていたとか、かつてこんな罪を犯してしまったとか、そんなものは全く関係なく、ただイエス・キリストを信じたら誰でも救われるという、この神様の素晴らしい栄光の望みの中に、 私たちは組み込まれているわけであります。だから、あの、グノーシスが言っている、人は知識によって救われると、勉強しなければならないというような教えは全くの間違いであって、私たちには栄光の希望がある。必ず、イエス・キリストを信じたら誰でも救われるのだという素晴らしい恵みの中に生かされている。このことをパウロは語ろうとしているんですよ。あなた方は今、 ね、信仰生活がうまくいかないからといって、教会から離れてはならないと。あなた方には絶対に救われるという、ね、栄光の望みの計画があるんだからと。パウロはそのことを語ります。さらに、パウロは自分自身の使命を語ります。24節です。 途中からです。私は、キリストの体、すなわち、教会のために、自分の身をもって、キリストの苦しみのかけたところを満たしているのです、と書いてます。私は、ね、今、教会のために、ね、キリストの苦しみのかけたところを満たす。キリストの苦しみ、イエスキリストが十字架にかかってくださった苦しみ、この苦しみにかけたところってあるんでしょうかねね、誰でも、 どんな人でも救われるって、救われると言ってるんですから、ね、キリストの苦しみ十字架は完全なもので欠けたところはありません。しかし、ね、多くの人たちがこれを知らないんですよ。ね、それがいわば欠けたところなんです。ですから、私は、ね、イエス様を信じたら誰でも救われるんだということを語る。これが私の使命です、とパウロは言っているわけですね。今私たちは、 ね私たちクリスチャンはこのことを知ったわけですから、ねえ、この際の人たちも同じですよ。このことを知ったんですから、決してイエス様から離れてはならないと、神から離れてはならない、私たちに与えられた恵みがどれほど豊かなものであるかということをしっかり受け止めなくてはならないんだと、パウロは私たちに語り続けているわけであります。私はね、ねこの、信じたら救われるという、この福音を握りしめ、そして、 これを知らない異法人のところに行って、この福音を語り続けるんだと、パウロはこれが自分の使命であると語っています。私たちも、この恵みによって救いのめ、ね、救われました。そして、まだこのことを知らない多くの人々に、これを語り続ける使命が与えられてるんだということ、しっかりと覚えて、信仰生活を歩もうではありませんか。 私たちがどのようにして救われたのかもう一度心に留めてみてください。神の奥義によってイエス・キリストを信じたら誰でも救われるというこの素晴らしい恵みによって私たちも救われました。どうかこのことをしっかり心に留めさらにはまだこのことを知らない人たちが日本にはたくさんいますから彼らにこのことを語り続けることができる信仰者にならせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。 愛する主よありがとうございますイエス様あなたの大いなる犠牲の上に私たちは救われ罪の中から解放され永遠の命をいただいたことを心から感謝いたしますどうか私たちこの福音を知った者は多くの人々にこのことを語ることのできるものとしてあなたが作り変えてくださいますようにお願いいたします 私たちを通して福音が語られ、ますます多くの人々が救いの恵みに預かることができますようにお導きください。すべてを主に委ねて、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。